錦鯉の長谷川雅紀です。私も同じです。お願いします。本日は、世間予報答え合わせ、ということでですね、何を聞こうとしてるんですか。いや、なんかタイミングが随分遅れたような気がするいやいや、スペシャルウィークがあったせいで、この答え合わせが遅れちゃったんですよ。スペシャルウィークがあったせいっていうのは、そもそも誰のせいやな誰のせいやなっつうんだよな。まあ、私のせいでね、はい、それでこんなにずれ込んでしまったんです思いっきりずれ込んでるんですよまあまあまあ、答え合わせを。わかりました。しなきゃダメですから、これ。もう、ちょっと、でも、5月の運勢予想だよね。うん、そうなんです。もう今日さ、23日、6月も。そうなんです。もうね、3週間以上昔のこと、みんな覚えてますから。だからね、遡ってちょっとね、確認してほしいなと思う。はい。まあ、答え合わせを。はい。ね、5月予想。しましょう。言いました、私の誠。はい。まず先生がおっしゃったのが、はい。専門家が恥をかく。はい。確かに言いました。はい。はい、こちらですけれども、いかがでしょう。大阪都構想について、うん、自民党内で住民サービスが低下するという指摘があったが、厚生労働大臣が住民サービス低下は考えにくいとすぐに指摘。うん、また、菅元首相が橋本氏をヒトラーに立てるなどして批判を浴びたというのがありました。ありましたね。うん、あとね、池上彰さんが、はい、なんかテレビの番組でですね、韓国との関係を考えるみたいなのをやって、うん、その中で、確か震災の支援かなんかで海外からこういろんな救助隊が来た時に、うん、実は一番乗りできたのは韓国だったんですよみたいなことを言って、うん、そんなに敵対関係じゃないよみたいなことを言ったんですね。そしたらその後もツイッター上で大炎上しましてですね、いや違うと、うん、台湾とか他の国がもっと来てたのに、うん、当時の政権が空港で足止めして入れなかっただけだろうがっていうことでですね、かなり問題になりました。それありましたね。これなんかも、これなんかもまあね、池上さんも専門家ですよね。あ、なるほど。それを知らないで恥をかいたっていうこと、ね。まあ知らないんだかね、いろいろ、なんかあると思います。はい、なるほど、なるほど。続きまして、はい、2つ目、ポートピープル。いやいや、ボートピープル。ボートさ、ボートピープルじゃねえんだよ。ボートピープル。ボートピ、知ってる？はい、ボートピープル。ボートピープル。受け入れる受け入れないですよね。いやいや、だからボートピープル何だか知ってる？よくわかんない。こちら先生おっしゃってました。はい、言いました。全然伝わってなかったんですね。わかりました。こちらですけれども、はい、ハワイ知事が会談で海兵隊移転を受け入れたと沖縄県尾長知事が明言した。はい、はい、ここはねちょっと自分で言うとあれですけども、うん、もう少し本当にボートピープルって難民の方がね、うん、日本にこうね助けてくれと来るそんなイメージだったんですけれども、はい、ちょっと違う形で、出たようです。はい、はい、続きまして、はい、流出騒ぎ、はい、おっしゃってましたね。はい、言いましたよ。こちらですけれども、6月1日日本年金機構が、サイバー攻撃を受け、個人情報約225万件が流出したことが発覚。該当者は50万人を超え、現在も大問題に。はい、これ大きくニュースでね。もうこれはね、でかかったです。で、まあ、6月1日ですけれども、はい、占い上の5月度っていうのは、うん、6月の最初の1週間ぐらいまで食い込みますので、うん、まあ、十分に範囲内であると、はい、でこれは先ほどのと違って、自分でもよく当てたなと、うん、自画自賛したんです。本当に大きかったですよね、このニュース。はい、はい、続きまして、はい、課税の動き、うん、おっしゃってますね。あります。はい、こちら、厚生労働省が開催している保険医療2035、策定懇談会が6月9日提言書を公表、うん、砂糖に対する課税、いわゆる砂糖税強化の必要性を訴える、文言が含まれており、波紋を広げている、うん、という、文言か文言かどっちかです。はい、課税ね、もう取れるとこから取ろうという国の姿勢ですよね。うん、酒タバコの嗜好性に品にたっぷりかかってるのはもちろんなんだけども、はい、割と生活必需品であるところをですね、まあ、砂糖にもかけようじゃないかと。砂糖にかけるってまた相当すごくないですか。ねえ、本当生活必需品ですもんね。なくちゃならないものを、やっぱり大量に消費されてるところに目をつけるっていうのが多分国税庁の考え方じゃないですかね。なんていうか、タバコとかお酒とかね、そういうものはまだわかりますよ。そのなんていうんですかね、まあ嗜好品です。そうそうそう、そういうもんですから。砂糖嗜好品ですかね。砂糖はね違うでしょ。違うような気がするんだけど、ね、はい、
取れるような、まあまあまあ、という、4つの、ことを言いまして、まあ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 それぞれ、ね、当たり具合こんな感じでございました、うん、判断は皆さんにお任せいたしますが、うん、はい、結構いい線いったんじゃないかなと思っております。はい、ということでまた、はい、次回の成り行きもまた見守ってください。はい、答え合わせしますんでよろしくお願いします。というわけで明日も見てください。